門原稿の一部、門は、夏目漱石の長編小説。1910年に、朝日新聞に連載され、翌年1月に、春陽堂より刊行された。三四郎、それからに続く、前期三部作最後の作品。親友であった安井を裏切って、その妻である、五兵衛と結婚した宗介が、罪悪感から救いを求める様を描く。本項では、同作品を原作にしたテレビドラマについても記述する。宗介は、かつての親友である安井の妻である五兵衛を得たが、その罪ゆえに、ひっそりと暮らさざるを得なかった。そのため弟松緑に関する父の遺産についても、あまり関心を示さず、松緑を引き取り共に暮らすことになる。しかし、気苦労の多い弟との同居のためなどで、五兵衛は寝込んでしまう。大事にはならなかったが、やがて安井の消息が届き、大家の堺のもとを訪れることを聞く。宗介は救いを求めるために、鎌倉へ向かい参禅したが、結局悟ることはできず帰宅する。すでに安井は、満州に戻り、松緑は、堺の書生になることが決まっていた。五兵衛は、春が来たことを喜ぶが、宗介は、じきに冬になると答える。三千の折に出された、公安、父母未生以前という言葉は、我が輩は猫である、公人など、他の作品にも見られる。三四郎、それからとともに、いわゆる前期三部作をなす作品で、その最後にあたる。この作品は、それから、で友人の妻を奪い返し、高等遊民を脱して、職を探しに出た、主人公、永井大輔の、それから、で、社会から逃れるように暮らす夫婦の苦悩や悲哀を描写している。宗介は唐突に鎌倉に参拝、本来ならば最も緊張感がある場面となるべきであろう。安井の出現が遠くの出来事となってしまい、結果としてそれからで見られたような大きなクライマックスを持たずに終焉を迎えてしまっているが、これは漱石の病状の悪化が原因であると言える。この作品の連載終了後、漱石は胃潰瘍のため入院。さらに、修善寺の退官を経験し、作風が大幅に変わっていくことになる。104回連載された、直筆原稿は1958年から、東京都世田谷区の大東急記念文庫に747枚が保管されていたが残り4枚の所在は長らく不明のままであった。しかし2012年6月22日に福島県個人宅で直筆原稿の残り4枚、連載第14回の8枚目と第70回の5枚目から7枚目が発見、鑑定の上、本物とされた。出版されたものとは、ルビの振り方などが違っており、これで全751枚の直筆原稿が揃うこととなった。我が愛というタイトルで1973年1月12日から4月5日に渡って TBS で放送された。ギャラクシー賞第24回期間選奨受賞作品。友を裏切って駆け落ちした男女二人のささやかな生活と心の寂しさを描く。ギャラクシー賞の受賞理由、夏目漱石の原作を生かし、緊密な脚本構成と重厚にして細緻な演出により、最近のスタジオドラマに見られぬ陰影深い作品です。出演者スタッフ、門、それからというタイトルで1993年5月31日と6月7日の2回に渡って、テレビ、東京系列の日本名作ドラマで放送された。出演者スタッフ我が愛に関するカテゴリー、門、それからに関するカテゴリー。ありがとうございます。